東京渋谷区の宮益坂で強風の影響とみられる倒木がありました。怪我人はいませんでしたが、現在も交通規制が行われています。警視庁によりますと、30日の午前0時過ぎ、渋谷区の宮益坂で木が倒れていると110番通報がありました。警察官が駆けつけると、街路樹が根元付近から折れていて車道を塞ぐように倒れていました。この倒木によるけが人はいませんでした。警視庁などがおよそ350メートルにわたり道路を通行止めにして撤去作業に当たっていますが、復旧の見込みは立っていないということです。現場の状況から強風の影響で倒れたとみられています。渋谷区の上空では29日の午後11時半ごろに発達した積乱雲が通過していて、瞬間的に突風が吹いた可能性があります。